毎週月曜日のこの時間はもっとヘルスケア健康福祉情報をあなたにお届けしていきます。第4週の今日は B 型肝炎、C 型肝炎、ウイルス性肝炎の最新情報をお届けいたします。まずはこの方ご紹介しましょう。医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌の川西輝明先生です。川西先生こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかテレビの収録をしたと。よく見てますね。私チェックしておりますけれどもあれは何のコメント、どういう内容の収録だったんですか？あの新型肝炎の人たちって今飲み薬になってて、はい、今コマーシャルでも新型肝炎するしないでとかって出てるじゃないですか。はいはいはい、でその製薬会社さんが、うん、そういったこう肝炎の治療が必要だよとか、はいはい、そういったこう治療が簡単にできるよっていうことを、うんうん、まあ、情報的なこう番組に出させてもらうという企画ができて、はいはいはい、それで一応私の患者さん、新型肝炎の特集とかでもちょっと、うんうん、見てもらったのもあって、うん、それで川西先生のコメントをくださいって言って、うんうん、もうセリフほとんど決められてるんですけど、はいはいはい、まあ、でも実際見ると自分たちが話してるようなことがちゃんと、ね、おこれちゃんと勉強されてるわと思って、はい、それをこうスタジオに行ってカメラの前で、そう立ち姿で、そう立ったままホテルで、でここからここは顔出ますから、ここからはグラフになりますからって言われて、ね、ちょっと下向いてもいいよその時はねっていうねもうちゃんとこうセリフは覚えていったんだけど、カンペがあると見ちゃうね、やっぱり、わかるこの気持ちとか。でもその収録の様子を見てた患者さんからもう あれ川西先生やっぱ痩せましたねっていう声がたくさん上がってたということで、ありましたけども、しめしめと、しめしめとこんなところで脂肪肝の治療の話、やっと気づいてくれたかとみんなもういつも一緒にいる川内なんかはね、全然ね、寄せたって超簡単ですよね、ひどい人は放送はいつなんですか？2月8日の土曜日って言ってましたね、はいはい、10時55分から11時のテレビ放送の朝の午前中の、はい、午前中で、見やすいですね、はいはいはい、その時間にテレビを見てくれてる人もいれば、ぜひぜひ、ね、普段ラジオで聞いてて、ね、お声だけしかという方もいらっしゃると思うので、ね、ぜひ実物をご覧いただければなと思いますさて、先ほどからもう声入っておりますけども、今日は川西先生のお隣にお二人お越しいただいております。ご紹介しましょう。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団から小野さんと小川さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。小川さんお久しぶりでございまして、今年もよろしくお願いいたします。小川さんはいかがお過ごしでしたか？まあ、この1月は少し、はいはい、スローペースでゆっくり、はいはいはい、これから2月からに備えていました。じゃあ1月はお家のことだったりとか、ま、何してお過ごしだったんですか？とはいうものの、はいはい、全然じゃゆっくりじゃないじゃないですかとはいうものの、東京やそちらは少し、はいはいはい、行かないで、まあ、北海道に出戻して、いました。でもいろいろ連絡したりとかやったりしてて、ねはい、結局そんなにゆっくりできないということで、まあ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 ということですね小野さんはこの1ヶ月ぐらいはいかがお過ごしでございましたか？私は冬眠に入ってました。冬眠に入っていていいですね。雪解けだから出てきちゃった。出てきちゃった。ちょっとね、春かなと思うんで今日お越しいただきましたけど。まあ支援の方々の新年会とか、はいはいはい、つい先日も先生のところの春に入れ会の新年会をしてくれましたね。出、はいはい、てきました。いかがでしたか？いや、感想は美味しかったです。美味しかったです。いいものを食べれたと。まあ、みんなで食べるの美味しいですよね。お腹いっぱいになりましたよね。なりました。今回会場またね、新しい場所になったんですよ。はい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 、近い場所なんですけど、ね、はい、すごいいろんな料理が美味しかった。そうですね。背の小さいマスターが一生懸命作ってるんですよ。お世話あんまり関係ないですけど。そうですね。うん、何人ぐらいで今回は春に入れ替えたの？今回は36名ぐらいになったんですね。いいですね、人数多くてね。もう会場狭くて、ね、はいはいはい、足りないかと思って、席大丈夫、座れるみたいな。みんなお皿あるみたいな。若いやつは立てて。立てなくて若いんだからって。そんな楽しき会もあってということですね。さて、川西先生に伺いましょう。前回ご出演から、今日までの動きがあればぜひ教えてください。はい、
岡山県診断の方では医療講演がね1月25日の土曜日の時に、はい、音楽で元気にということで音楽療法の話と、うん、まあ、どんな歌を歌ってとかっていうので気持ちがどうね、はい、良くなるかっていうかいろんなこう医学的な要素もですね説明しながらの勉強会がありました、うん、まあ、その後新年会総会新年会ということで、はい、春二例会に合流してということでね、はい、やってます。あとは肝がん検診のね方の予約を受け付け中ということで、まあ、今月はですね B 型 の, 1月17日の期日にも、うん、肝がん検診団のスタッフも一緒に参加できるということで、ね、連れていくことができたので、はい、やっとこう外向けの活動がねいろいろできるようになったかなと思ってます、うんうん、そんなところですかね、はい、はい、ということでございます。さて原告団の方からもですね今日の話題、ご紹介したいなと思うんですが小川さん何かご報告とかありますか今日は。はい、そうですね先ほど、うん、チラシの方もこちらですかお話ししたんですが、はい、まあ、私たちのというよりは薬害だったり、はい、私たちのように被害に遭った方たちが集まってですね、うんうん、21周年になるのかな、はい、それで本当だ21周年記念公演と書いてありますね。薬害オンブズパーソン、はい、タイアップ札幌っていう大ところで、はい、いろんな団体の方が集まって、うん、みんなで勉強会をして意見交換しようというものがありますので、はい、3月14日の土曜日、1時からでしたっけ、うんうん、ですね15時から総会を行って15時半から講演会というふうになってます ね, すね、はい、私は1時に行って準備でした。そうですね、スタッフは早く行っていただいて会場もクリスチャンセンターというところ で, そうですね、2階ホールで北7条西6丁目ですね、はい、これでも毎年ね記念講演本当にやっていてですよね、はいはい、まあ、薬害って本当に B 型肝炎だけじゃなくて薬害エイズもありましたし、その他にもですねやっぱり国が原因でとか、はい、自分たちの責任じゃなく、ね、病気に、ならせられてしまったというか、まあ、いろんなものが今日本の歴史でですねありまして、その薬害をやっぱりない社会を目指してって今回ね、はい、副タイトルにもなってますけども、はいはい、ね、過去のことをどう生かしてその恒久対策として未来にね、はい、同じようなことを繰り返さないでするためにはどうしたらいいかっていうことを皆さんでね改めて、はい、お話しするということで、今回講師を務められるのが薬害オンブズパーソン会議メンバーで高校の理科の教員でいらっしゃる勝村久司さんが講師を務めるということでございます、はい、こちら記念講演ですがどなたでもご参加できるということですので、はい、ぜひ多くの方のご来場をお待ちしてますということです、はい、97年6月に発足した民間の NGO としてこの薬害オンブズパーソン会議が、活動されているということでございます、こちら、参加費が500円で事前申し込みいりませんので3月14日土曜日の、講演会は15時30分からとなりますので一般の方はね15時30分めがけてお越しいただければなと思います。よろしくお願いします、はい、お問い合わせ先です、北海道合同法律事務所の渡辺さん電話番号011-231-1888 番 231-1888 番となっております。北海道クリスチャンセンター JR 札幌駅からもそんな遠くないので、行きやすい場所じゃないかなと思います、3月14日土曜日開催ということでございます。小川さんも会場にいらっしゃると、はいいうことでございます。よろしくお願いします。あちこち、ね、走り回ってると思います、はい、そしてもう一つね今日小川さん持ってきていただいたのはこちらはそれはですね、はい全国原告団で作ってます全国ニュースという形で、はい、出しているものなんですけども今問題になっているものや、うん、勉強しなきゃなんないこと、うん、私たちいろいろありますので、はい患者として知ってなきゃいけないこととか、うん、広くみんなで、うん、伝えていかなきゃならないことが載ってます、はい、はい。
なんかリニューアルされて、より明るくというか見やすく、菜の花のねイラストがもう咲いていてという、見てて明るくなるような、千葉の方はね咲いてる、はい、まあそうですよね。そうなん、北海道と本州って全然ね違うからね。そうなん、もう福寿草とか咲いてるんですよね、本州の方はね、春のお花が。え、こっちは雪でね花がないですけど、はいはい、今の時期椿だって東京都内にもあります。そう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 、ね、でも明るく、あと新連載がたくさんね、あってっていうのも読み応えのあるですね、今回の、全ての肝炎患者が安心して暮らせる社会を目指してということで、全国原告団ニュースとしてリニューアルされて出来上がっております。はいはい、あの本当だ、せてもうすごく充実してると思うんですけど。そうですね、写真もいっぱい入ってるし、はい、活動のね紹介、とかね、改めてこの治療のこととかね、薬のこととかね、どういうふうにウイルスにこの薬が効くのかとかですね、そのここの増殖の部分をブロックしてるんですよみたいなこととかもね、載っていて分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますので、え、これはどういうふうに配ってらっしゃるんですか。これはですね、それぞれ原告の方、はい、皆さんに送ってるんですけど、うんうん、その他に余分に取ってありますので、はい、あとは先生の川西先生のところにも、うんうん、置いてもらったり、はい、あと、他の医療機関でも、うんうん、配布して、待ち時間に読むのにちょうどいいよとか言っていただいたり、ね、待合室のところの、ね、ラックのところにじゃあ、こうやって刺さってたりとかするので、こちらぜひ見かけたら手に取っていただいて、ね、お持ち帰りいただいてもいいんですよね、多分ね。あ、もし、ね、今お聞きになってる方も読んでみたいなって思われたら、ね、ぜひ、はい、まあ、こちらに連絡いただいたり、ね、小川さん の、 リポートも載っておりますので、あ、今回私のリポートも載ってます、はい、北海道からのレポート、はい、ルリコって書いてありますよ。あ、そうですか、はい、ルリコって書いてあります、書いてあります、書いてあります。あ、いいですね。北海道ウイルス検査を進めていますという方で、で、ティッシュを配ってっていう啓発活動してますよっていう報告も載っておりますので、いや、これ見応えあっていいですね。よかったです。もう今アフリカ の、 情報も出てますから ね、 後ろね、そうそうそう、はい、日本、アフリカで B 型肝炎と戦うと、アフリカでも猛威を振るっている B 型肝炎ということで、島川雄介先生が、書いてくださっておりますと。いうことでございます。いろんな方先生、北海道にも行ったことがある方なんですけど、はいはい、今パリのパスツール研究所にお勤めという、はいはい、あ、国境なき医師団なども経験されてということなんですね、はい、なるほどなるほど。あと字が大きくて見やすい、これが大事。なぜかというと、うん、今中心原告団の中心、はい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 、70ぐらいなんですよ。いや大事、もうこれ、ね、文字ね、そうなんです、うん、もっと大きくてもいいぐらい、そうなんです。他のはもっと大きくしてますからね。そうですか。これはいいですね、全国規模でやっているということで、私も後でゆっくり読ませていただきたいなと思います。はい、ということで、まあ、そっか、新年最初のこのコーナーでございますので、やっぱ2020年も歌を聴かないと始まらないということで、ここで恒例のシンガーソングライターアキさんの登場でございます。今年も一曲ご出演の時にお願いできますか。はい、しょうがないですね。しょうがないです。ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ。今日はどんな曲でしょうか。はい、今日はもう素敵な仲間っていうね、はい、みんなで一緒に頑張っていこうっていう思いを伝えている曲だと思うので、これを聴いてみてほしいと思います。素敵な仲間がここにいる、私の「こんなに苦しい時にでも」
支えてもらった、みんなきっと思ってる、いつも心のそばにいる、これからもきっと感じてく、一緒に想いを感じてく、素敵な仲間と歩いてく、素敵な未来を、ありがとう。ありがとうございました。ということで1曲ですね、お届けさせていただきました。それではここで私からお知らせです。集団予防接種の際、注射器の使い回しが原因で40万人以上の方が肝炎ウイルスに感染していると言われています。注射器の使い回しによる感染被害は昭和63年まで認められています。肝炎ウイルスに感染しているかどうかは簡単な血液検査でわかります。保健所や医療機関などで原則無料で肝炎ウイルス検査をしています。検査は採血だけなので短時間で済みます。詳しくは最寄りの保健所、お住まいの市町村にお問い合わせください。ぜひ一度、生涯一度は、しかもできるだけ早くですね、この肝炎ウイルス検査、多くの方に、実際に受けていただきたいと思っております。また集団予防接種などにより B 型肝炎ウイルスに感染された方には国から給付金が支給されます。詳しい資料請求はこちらまでご連絡ください。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団弁護団、電話番号は 011-231-1941 番、 011-231-1941 番となっております。気軽にね、ご連絡いただきたいと思います。さて、川西先生、今後の1ヶ月、2月の後半ぐらいまでの予定などを伺ってもいいでしょうか。はい、2月に入ってではですね、肝臓、肝がん検診がですね、2月実施する予定でいます。はい、2月の16日の日曜日に実施する予定なので、それに向けて今予約を受け付けています。50人近くね、はい、もう今予約が入ってます。これはどこでやるやつですか。総園のクリニックの向かいの研修センターでね、はい、行う予定してますので、ぜひね、お電話で予約していただければと。あと2月の2日の日曜日に中空知の患者会のコスモス会の新年会に行きます。はい、あと、17日は、厚別の、町づくり青葉まちづくりセンターというところでですね、はい、肝炎ウイルス検査と脂肪肝エコーと、まあ、医療講演とということで盛りだくさんなんですけども、はい、今まで肝炎ウイルス検査札幌市の方だけ無料で実施してたのを、うん、札幌市外の方も無料でできるようにということで、まあ、今回検討してなんとかできるように、はい、B 型のオレンジ基金の、ね、女性なんかも、うん、使えるようであれば、はい、もちろんそういうので広げていけるかなと思ってね、うんうん、今までどうしても有料っていうところがあると、はいはい、いろんなところで、開催も難しいって言われること多かったんで、うん、無料化することで一人でも多くの方が ね、肝炎検査で、うん、あと脂肪肝もそこで、ね、見つけてもらえれば、うん、地元の先生方にね、きちんと受診してもらえるだろうということで、うん、その活動の、まあ、最初の段階として2月の17日に行う予定しています。いいですね、まちづくりセンターとかはその地域の拠点なので、皆さん普段から、ね、集まれる場所なので、はい、そういう場所でやってるよ、あ、じゃあ近所だから行こうかってね、みんなで声かけてお越しいただくといいですね。はい、あとは20日の木曜日に、サルコペニアとフレイルということで筋肉を鍛えるような、はい、そんな医療講演会と、あと2月の29日の土曜日にですね、新潟に行くことになりまして、新潟に、はいはい、新潟のね、原告さん方にも声かけさせてもらって、うん、そこでも脂肪肝の体験以降もね、はい、医療講演と一緒にできればなというふうに思ってます。はい、はい、ということで詳しくは川西先生のブログご覧いただければですね、はい、スケジュールなど詳細どんどん上がっていきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。ブログのタイトル教えてください。はい、肝臓病とともに生きる 人たちを応援しますというブログをやってますので、ぜひご覧ください。はい、さて今日は原告団から小野さんと小川さんにお越しいただきました。まあ、年も、ね、明けて2020年というですね、年になりました。改めて今年の、まあ、どうなんでしょうかね、年度なのか年なのかあれですけど、活動の、ね、区切りっていうのは難しいところですけども、
小川さんどうですか、2020年これから1年間で、まあ、全国のね原告団の皆さんとのつながりもあるでしょうし、北海道で地域でねやっていくこともあると思いますが、どういう見通しということはありますか。昨年もかなりあのいろんな地域でのお祭りで、うん、道内のねいろんな地域のね、はいはい、でもう割とでもあの、まあ札幌近郊っていう形だったんですけども、はいはい、まあそれでも1万1000個のティッシュを配ったんですね。はー、ってことは1万1000人に受け取っていただいたってことですよね、はいはいうん、でもまだまだやはりあの地域的には、はいうん、あの広げなきゃいけないっていうので、はいま、あの原告の方も地方の方に結構あの協力できる方も、うんうんうん、増えているので、うんうん、道東でもあのオホーツクでも今年は少し、うんまあ、2、3箇所に今なりますけど、うん、増やしてちょっとあのそういうところでお祭りを見つけてですね、やろうかなと思ってます。よりっていう、まあ、はい、本当道内広いですからね。そうでもやっぱりどの地域でも、ね、やっぱり患者さんもいらっしゃっていて、うん、逆に言うとなんか田舎だとなかなかつながれなかったりとかね、はい、周りに言えなかったりとかするっていう傾向も強かったりするかなと思うので、はい、やっぱり自分たちの地域でとか町でね、そういう活動、予防啓発活動もそうだし、あとねその集まっておしゃべりというかね、はい、お話しするね会というかや、もうやってらっしゃるじゃないですか、はい、ね、ああいうのもどん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 ね、増えてと言いますか、地域でまた 手伝ってくださるというか、ね、ネットワークがどんどん広がっていくといいですね。そうですね。で、うん、先生もあの川西先生も、うん、あの他の地域に飛び出してウイルス検査を、うん、ができるようになれば、ね、私たちも、もうあの一緒にあの無料検査してますからっていうことで、うん、どんどん呼びかけて協力してね、いきたいなと思うので、はいはい、あのやっていきたいと思ってます。なるほど、はいはい、小野さん、はい、今小川さんが、言ってくださいましたけども、はい、小野さんからいかがですか、はい、次のこの1年っていうのは今小川さんが言ったようなことの、はいはいはい、まあ、下地として1月2月に、まあ、本当に冬眠と言いますかね、はいはい、冬眠じゃないんですけど、はい、強化期間として、はいはいはい、大事ですね、発動したことを評価する時期っていうのはね、はい、うまいこと言うんですけど、ね、うまい強化期間として、ね、はい、そうですね、しっかり評価してで、また春からの ね、 そうですね、季節が良くなってきて外に、ね、出かけやすくなった時に、じゃあ2019年やってきたことを生かして2020年、ね、っていう風に多分やっていくのが一番、ね、いいですよね、はい、ということで今は評価期間中ということでございます、はい、評価つるって花じゃないですよ強く、ね、化けるということで、ね、あ、大事ですね、はい、ということでございます、はい、そんなところでしょうかね今日はね、はい、先ほど、ご紹介しました薬害オンブズパーソンタイアップ札幌21周年記念公演は、改めて3月14日土曜日、北海道クリスチャンセンター2階ホールにて開催ですので、こちらもですね、あの毎回たくさんフライヤーを作ってですね、いろんなところに置いてありますので、今年は黄色いクリーム色と、ね、フライヤーチラシになっておりますので、ぜひご覧いただければなと思います、ということで今日もお三方にお話を伺ってまいりました、今日も医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明さん、そして、全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団から小野さんと小川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。